ラオスルアンパバーンでの僧侶の宅発上の駅前の宅発像宅発とは、仏教やジャイナ教を含む古代インド宗教の出家者の修行形態の一つで、信者の家々をめぐり、生活に必要な最低限の食料などを買う街を歩きながら、または街の辻に立つにより、信者に孤独を積ませる修行。古事企業、図業、行骨とも。古代インドの原始仏教では、 出家者は、所有欲を否定するために3 2 1チの最低限の生活必需品しか所有を許されず、たとえ仕事の道具でも持てなかった。また修行に専念するため、さらに接生会のため、外注補殺が避けられない畑仕事は行えない。したがって、出家者が生存するための最低限の食料は、外部の信者から調達する以外になかった。そうした状況下から、 普段産地や森林で修行しその他の人々とは関わることが少ない出家者と町村で生活している信者との間に宅発による交流関係が発生した。仏教やその他古代インド宗教の修行者への故障の一つであるアラカンはサンスクリット語のラカンの恩赦語であるがその意味は漢訳のオーグが示す通り供養を受けるにふさわしい人であるほか ビクもサンスクリット語のビクの音社語であり、その意味は、飼う人である。その一方で、食物を飼うだけの人は、在家の人々から、貴族な人々として見られていた。したがって、同一の行動形態であっても、出家者としての風格を備えていないものは、在家信者から供養されなかった。古代インド宗教の一つである仏教でも宅発は、取り入れられた。 東南アジアのジョーザブ仏教では2013年現在も宅発を行っている。現在では宅発は毎朝行われ、教団に持ち帰ったそれらの食物は担当者によって全員に平等に分配される。北ッ尿にはバラモンが宅発に来た釈迦に論戦を挑んで逆に感化され在家信者となった逸話が収録されている。なお近年タイでは宅発で信者が 高カロリーのものを提供し、それが原因で僧侶が肥満になるという問題が生じている。ンタ自前で宅発する変路日本への宅発は中国から仏教の伝来と共に伝わった。奈良時代には行期などによって河川の堤防やため池、井戸などの社会インフラストラクチャーの整備や大仏建立のための肝心というチャリティとしての意味合いでも拓発は行われるようになった。 こうした場合の宅発には、資金集めの他に、広報的な意味合いも含まれていたため、事故の周辺地域だけではなく、遠隔地に至るまで行われるようになった。このような遠隔地に及ぶ宅発は、やがて平安時代末期の空なりなどの生と呼ばれる、遊行者による浄土教の布教活動につながっていった。明治時代に入って、西洋に習って、物乞いは禁止され、 明治4年11月9日には宅発の禁令が出された。明治14年8月15日には宅発は、古事記行為と異なるとして除外されたが、そうでないものの僧侶を装っての物乞いを防止するため、官長の免許証の携帯が義務付けられた。この宅発免許証の携帯義務の規定は1947年の日本国憲法施行で心境の自由と、 政教分離が定められたため廃された。現在においてもいくつかの宗派が、宅発の時間、手法について、規則を定め、宗派の発行する観察の所持を義務付けているが、宗派の内規であり、法的な拘束力や強制力は伴わない。現在の宅発には、手繰り長という名簿をもとに、集団で自派の段下の家々を訪問する形態と、 個人で寺院の門前や往来の激しい交差点など行動で直立して移動せずに記者を交う形態がある。このように日本の仏教における宅発が本来の目的から外れるようになったのは日本を含む東アジアに広まった大乗仏教では神座部仏教とは異なり仏品の所有を禁止しておらずその結果として寺院が寄進された荘園等を運営し その小作料等で人員を維持することが可能となったため維持を目的とした托発を行う必要がなくなったからである。なお、現代の日本において古事記行為は軽犯罪法で禁止されているが、托発は信教の自由に基づく修行の一環であり、正当業務行為であるとみなされるため適法とされる。しかし、駅などの施設の敷地内での托発は、 不許可あるいは許可が必要な場合があり、そういった場所における無断での宅発は、不退居罪などで検挙される恐れがある。ありがとうございます。